え、新年明けましておめでとうございます。画家のおぎそです。鬼高評会を始めたいと思います。この鬼高評会というのは、画家であります。私、おぎそまことというおじさんが、皆さんの作品にあだこうだという企画でございまして、えっ、ー、と、これに出品できるのはメンバーシップの会員登録をしていただく必要があります。えー、よかったらこちらの概要欄にご覧いただければと思います。それでは早速参りましょう。 えそれでは、えー、92回を始めていこうと思います、えー。こちらの作品ですね。録画できてろ <laughs> 途中よく止まるんでね。ルルヤさん。 えー、絵の題名、えー、リンゴの花畑とカフェ。水彩ホルベン水彩絵の具、ランプライトという紙ですか。えー、F45、説明。前回、えーと、枯葉を描いたルルヤですと。家の近くにリンゴ畑の中に、えー、感じのいいカフェがあり、去年の春、リンゴの花が満開の時に採っていたのを描きました地元のこ。地元をテーマにしたものなら、何でも OK という子供も大人も枠なしのミニ作品展よに描いたもの。 大丈夫かな、まあ、枠なしやか大丈夫かな公募というわけじゃないのかなえっ、ー、とりんごの花は少ほんの少しだけピンクがありますがほぼ白です。 白い花が満開の感じとをどう描いたらいいのかが散々悩みましたがなんかパッとしないです、えー、建物は転写しましたあぼわっとざっくりとした感じが好みなのですが難しいです、えー、もう少しもう出しちゃったので直せませんが手何回出したんですかね鬼公表よろしくお願いいたしますということでバッと見たときパッと見たときこのぼわっとした感じ僕すごい柔らかくていいやなと思いましたよあの非常にいい作品じゃないですかなんかこう建物とか もすごく柔らかい色使いといいなんかこう、えー、水彩らしいにじみみたいなのとかも細かい描写というわけではないですけども非常に良い作品なんじゃないですかあのぜひぜひ自信を持たれてやってみられていいと思いますよ非常にねあのよく書かれたいい作品だと思います水彩らしさもよく出ていてまぁカイとかっていうよりもまあ花とかはもうこんな感じでいいかなと思うんで、まあ、せめてもしあれやったらもうもし直すんやったらほんの少しだけでも <laughs> どこか直すとしたらちょっとだけ枝をまあ僕やったもうちょっと上の方までこう突っ切るように細かいか、えー、っと濃いか分かりませんけども少しだけ特にこう。 抜けていくような形のところにちょっと足すだけで印象が変わるんちゃうかなと思って、まあ、その辺というのは構成ということを考えて、えー、ほんの少しだけ上に抜けていくような感じで少しだけ出しましたこれだけでもちょっと印象変わってきませんかねなんか右の方も少しこうあ力が途中では切れてしまったみたいな感じに見えてしまっているので右の方も少し今加湿したんですけども ちょっとそれでこう広がりみたいなのが見えてくると思います。なんかこうそんなに細かい描写というよりは、やっぱ暗い色である程度構成とかもしていって、画面の広がりみたいなのを出されていってもいいのかなと思います。まあ、広がりがあった方が、画面も大きく見えて強く見えます。別にこうコントラストを強めていくということじゃなくてもそういう風に見えてくると思いますので、非常に良い柔らかい,い作品だなと思いますので、ぜひぜひこの調子で頑張られてみてください。 まあちょっとこうなんか空の色とかをもう少し上の方だけでも青くちょっと濃く塗ってみたらどうなったのかなっていうことだけは少しだけこうシュミュレーションで私の方でしておきますがねこの上の方の青さみたいなのもうほんの少しだけ濃くしてみたりするだけで白さみたいなのがポーンとこう浮いてくるんちゃうかなと思うのでほんの少しだけこう勇気を出してしてみたりしてそれで消しゴムで少し消しますけども中まで 入ってきてきいるところとかを消して,、まあ、消しておきますけどこういうところだけでもこうすくっとお少し画面の中でサイドの高い青みたいな動いてくれよしてみたらどうでしょうか少し印象が変わってくるんじゃないですかあの両,両上の方まで緊張感みたいなのが行き届くんではないかなと思います7枚ですね今回ね次の作品はこちらでございます動いててくれよ動いててくれよえー、こちらちょっとこれ写真悪かったですね えらいこう、えー、明けましておめでとうございます。本でもよろしくお願いいたします。順天さん。いつもそんな画像悪くないと思うんですけどね。鬼公表で随分ご無沙汰して、なかなか筆を持たず焦っております。あ、いつも皆さんの鬼公表を見て楽しませてもらってばかりですと。地音院黒門透明施設 f 6号現場でデッサンして家で色を2色で描いてみました、えー。色が少ないと楽しく描けました。優しめでお願いします。まあ、すごいいいことやと思いますよ。色をそんなにこう使うのがこう苦手やという人はこう、 非常にこうちょっとね、<laughs> ディティールが全く見えんねえけどあの、非常に色を絞った感じっていいと思いますよ。あんまりこう、そんなに無理して、で全部を描くわけではなくて、絞り込んで、ぎゅーっと書いてあげて、あとはラフに描くっていうことをやってもいいと思います。もうそれはその人の作品というよりスケッチみたいな感じで、どこかで割り切ってしまったら、それはそれでやっぱり、えー、の悪くはないと思いますので。 まあちょっとこれ画材とかが <laughs> 本当に見えないじゃないですかどうですか少しわーっとしてるんであのねどんな感じの画材使ってどんなディティール描いたんかなっていうのがちょっと見えてこないのが残念ですねなんかほんの少しだけなんかこのこの辺の何ていうか <coughs> 色のえー、っとあでかい ええと、何ていうかな。この辺に使っている青みたいなのを、なんか影の方までキューっと持って、これ影ですかね。持ってきてあげても良かったのかなと。まあ、それぐらいかもしれません。あんまりこう無理してこう、色使わん方がええっていう時は絶対そっちの方が僕はいいと思います。なんかこう無理してね、色使わなあかんとかっていう風に思わなくても、色を絞り込んで描こうと。 でこっちの方まで持ってきてあげて、ちょっと印象も変わるんちゃうかなと。なんかこう、そのぐらいじゃないかなと思います。細かい部分の描写のこの辺ってどうなってたんかなっていうところをなんか突っ込みたいなと思うんですけど、なんとか頑張って粘って喋っとるんですけど、なかなかこう、<laughs> ね、あの、このディティールで、えーうる,るるるるるるっていう感じなんで、えー、これぐらいが限界でございます。またこう、ちょっといい写真、クリアな写真のやつをぜひ送ってきてもらえたらなと思います。まあ、この作品でもいいかもしれませんしね。 84院ってどこ京都でしたっけね、また京都も行きたいなと思います。午前中だけでどっか行ける、関西で行けるとこ、午前中11時からがあろうやか、まあ、12時に帰ってくるとして、朝9時から絵を描くとして、えー、ねどっかえとこあったら、皆さんよかったら教えてください、えー。この動画の途中に告知が入っておると思います。ね、えー、ツアーですね。京都まで遠いかな。次の作品、ごめんなさい。次の作品こちらです。 あ奈良ね、奈良また行くのもありかもしれませんけどね。えー、奈良県奈良市の大屋さん、晩秋アクリル F4 号、晩秋の里山を描きました。あ後輩した山,山屋ですがあ、次の季節への内側からのもわもわした生命力を感じて、そこを表現したかったんですが、何度やり,直もうやり直しているうちにやや違うものになってきた気がしますということなんですけど、面白いじゃないですか。<laughs> ものすごい面白いじゃないですか。僕手前のところのこの書きっぷりみたいなすごい効果を 持てますよ何ですかこんんななな僕かかけへんかなと思いながらなんかねそれで電車の線路があって面白いやないですかいいと思いますよ非常に良いい作品かなと思います。くっと暗く湿めている色があるわけですよねこういうところにね。 こういうのもすごい画面の中で聞いているんで案外後ろの方もちょっと入れてもいいのかなと手前の方は頑張ってなんか入れていったなって感じがするんですけど奥の方は奥の方でも入ってきてもいいのかなという感じがまあ多少空気延期法的なことを考えられたのかもしれないですけどでもすごくいいですね隙間書こうと言われるから絶対隙間書いとこうっていうのも見えてあのこの辺の書き込みなんかもすごいいいですよね ななななかなかかかいいいじゃないですかなんか独特の作品になってきてこれがなんかオリジナリティに変わってくる可能性っていうのは十分あるんじゃないですか。 いやあ、すごく良くなりましたね。本当に皆さんどんどん良くなってきているんでね、あの言うことも減ってきていて、えー、それはそれで面白いなと思います。まあ、いろんなチャレンジを皆さんがね、こうしていって、もう自分で勝手に公募展みたいな感じで、自分でなんかお題を決めてあげるというのも一つかもしれません。ちょっとこう、あの新しいことチャレンジしてみようかなと思ったら、なんかこうね、生命力とか、まあそれ命とかでやったかもしれませんけど、 なんかお題を決めて、こう上の方に入ってる青なんかもこれアクセントで聞いてますよ。いろんなアクセントが実は画面の中で聞いていて、まあ、そのアクセントを減らしていくというタイプもあれば、あ増やしていくというタイプもあれば、いろいろまちまちやと思うんですけど、上の方のこのブルーみたいなの少しこう消してみたりするだけで、ね、やっぱあった方が僕はええと思いますよとか、手前の方のなんかこのえっと白っぽい花なんかも少しこう独特でおもろいなって感じがするので、その辺もちょっと消してみますけど、 この白さみたいなのもあった方がとか線路の,こうあのところを消してみてで暗さみたいなのを少し消してみて。 でもこれはこれでまた面白いでしょなんとなく画面の中でそういうこう響き合いみたいなのが弱いっていうのは言うので、これはこれで面白いんですよ。で、逆にあったらあったでこれはまた面白い。だからそういうとこが難しいんですよ。だから答えがないのが難しいし面白いんですよ。そこは結局が自分の好みやったり、自分の目的やったりというところにどういうふうに進んでいこうかなっていうのを考えていくということが非常に大事なんで、 非常に良い作品だなと思います。やっぱこうやりながら書きながらどん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 こう自分のなんか面白さを書いたりつけたり書いたりつけたりなんていうことを今していっておりますけどおそういうこう自分の目的とかやりたい仕事これだけこうねもう90何回やっていくといろんな作品出てきてるわけですから皆さんも参考になる作品とかもあるかもしれませんよね次の作品はこちらでございます。えー、ここでえお知らせでございます。えっ、ー、と個展がございます。3日間だけ大阪 で個展をしようと、思います大阪の方が見たいという方があ結構おりましたので、えー、こちらでですね、えー、とでの方で個展をいたしますのでよかったら遊びに来てください。えー、11時からなんですけど、午前中どっかでライブ配信を大阪の土曜日と日曜日やろうかな思ってますんで、えっ、ー、と、どっか適当にまた告知するかもしれませんけど、え場所があったら、えー、淀屋橋界隈、また中之島になるかもしれませんけど、 大阪の方でやろうと思います。で、えっと、午後、まぁ、あ、11時から画廊はやってますけど、12時くらいかな、まあ、お昼ご飯食べてから行こうかなと思ってますので、えー、よかったらお越しいただければと思います。最終日は17時までいない可能性が高いですので、16時くらいには帰る可能性が高いですので、えー、お気をつけください。 次の作品はこちらでございます。えー、ちゃんと撮れているかなえーと、こちらの作品です。えー、サコちゃん54歳、大阪。大阪になんかいい場所あったらぜひ教えてほしいなと思います。えーと、大、えー、大イチ,イチかなえーと、大イチかこれか。えっ、ー、と、F45 水彩アクリル絵の具。先生、本音もご指導よろ,しくお、ね、よろしくお願いいたします。近くの神社で立つ、えー、の木で、 黄金に輝く落ち葉が綺麗でした。あー写真を撮り時々現地に見に行きながら描きましたが鳥居が小さく距離感がおかしくなりました。次に風景を描くときは現地スケッチをしてみますと。おに好評をお願いいたしますということですけども、あのー、すごくこう力強い木々をよく描いてあるなという感じがいたしますね。あの、非常に力強いいい作品だと思います。何やっらアクリルだっ,っけ えとアクリル絵のなんかほんとこうバリエーションだいぶ増えてきましたね皆さんアクリルをやられる方も増えてきたので,でちょっとこの色、えー、と枯れ葉やったら枯れ葉あの茶色いやつ黄色いやつ一個一個が少し離れて見えてしまってるかなと思うのでもう少しなんかこう黄色い、えー、と赤い茶系の花の,花の中にも少し黄色っぽいのが少し入ってくる感じでもええかもしらんし なんかこう、いろんな色がその辺でこう、もう少し見え、緑の中にもちょっと赤っぽいのがあってもええしとか、少しこういろんな色が見えてきてもいいんちゃうかなと思います。どうしてもこう、この色の中に、えっ、ー、と、今ちょっと茶色っぽいので、点点点点点点とか打ちながら、下の方とかも点点点点点点と打ちながら、少し違う色を今、まぶしにかかってます。 少しだけレイヤーを外してみる、ほんの少しですけども、これだけでも少し印象変わりませんか、ね、どうしてもこ,うこの中だけで見てしまうけど、実はちょっと微妙な色が見えるぞとかっていうのが見えてきたらもっと面白いのになという気がします。 少しこの木目なんかもっと丁寧に描いてよかったですね。なんかこうせっかくこの明るいところをなんか描こうとしてる割にはなんかこうギリギリギギギってなんかアクリかなんかで引っかいた感じなんですけど暗い中なんていうのがちょっとこう雑になってしまってる青になってきたぞ。 今日今週、今週めちゃくちゃ優しいですね。なんかね、そういう時もありますよね。穏やかですよね。年々穏やかになってきて、もう年取ってきたのか、ね、そういう感じはしますけど、ちょっとこう、日な中身とか、そしてハイライトのところなんていうのは、もっともっと書き込めるんじゃないかなというふうに思います。ほんの少しだけいじってたんですけども。 ちょっと固有の色の中だけにとどまらず、他のところにも色を響かせ合うということを少し学ばれていったらもっともっと良くなりそうな気がしますので、今緑の中にちょっと黄色いっぽい色を入れてみたりとかしながら、どうしてもたなんかある程度緑や緑とか、キラキラとかっていう風に見えてしまいますので、ちょっとそのあたりというのをぜひぜひ、そうすると逆にもっと黄色がキラッと光って見えてくる。まあもう少し黄色の下の面積広くても良かったかもしれないですね。ちょっとここ ここが狭くなってしまったのも少しもったいないかなと思いますでもよく書き切っているいい作品だと思いますよ次の作品はこちらでございます動いてる動いてろ,動いてろとにかく動いてろ 一度の作品です。えー、豊子さん春を待つ F6 号水彩明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨年の暮れの絵画教室の題材ですと。バラは増加に見えましたが本物でした。えー、花は難しいです。濁ってしまいました。紙袋も初めて描きました。好評よろしくお願いいたします。ということなんですけど、紙袋って意外と面白いですね。なんかね。モチーフとして面白いなと思いました。花いいじゃないですか。僕こう結構綺麗やと思いますよ。濁っているような感じは確かにあるんですけども、 花意外とと綺麗やなぁと思いますよ紙袋のなんかちょっとだけ厚みだけを描いてあげても良かったかなとそこのところの厚みというかこうシャープさみたいなところをもう少し描いてあげたりするだけでちょっと印象がグッと変わってきたのになぁとこの本当にこう葉っぱと紙袋全部ビターと書く必要ないですよ2枚ぐらい重なってる感じですけど このところだけ少し慎重に描いてあげたりするだけで画面の中で、キュっと鼻の方に目がいくようになりませんかね。ほんの少し。で、ちょっとこの、ね、あの、取っ手のこの紐、これが結構大事なところにぶつかってきてますよね。大事なこのね、洋梨かなんかのところにぶつかってきて。 これもったいないね。ほんの少しでもずらしてあげたりすると印象変わったのになっていう感じがしますけどね。いかがですかね。少しだけこうなんかね、ほんの少しだけでもずらしてあげたり、えー、するだけでも印象変わってきたのになと。まあなんかこう難しいなと思いますけどね。ここのところにクロスのがポンとこう来てしまったらものすごく強くなってしまうので、まあ、強くてもいいんですけどなんかこれこう手前のこれを見せてあげるうような詞を見せてあげるという。 でじゃなくてなんか邪魔してしまっているんじゃないかなというふうに思ったりしますそういうところ惜しいですねという感じですあとまあそれでもなんかちょっと寂しかったらあの周りからもうちょっと強めにあの頑張って攻めてみてもいいかなと思いますよほんの少しですけどねよいしょほんの少しだけでもこうグーッと強めるところは少し強めてあげたりとかして そうすると画面が今日はちょっとそれが多いですけどこうね周りの方も少し目がいく、えー、あんまり強くしすぎるタイプの絵じゃないんでそんなにやらなくていいと思うんですけどほんの少しだけで印象ってすごく変わってくることありますので外側からポンと形を決めてあげるみたいな仕事が入ってきたらどうですかまた全然違った絵になるんじゃないでしょうか。 というところを加湿してみました。でも花の色自体、僕ね、この特にバラの色はものすごい綺麗やなぁと思いますよ。もちろん細かくかければかけただけいいんですけども、あのすごく色が綺麗やなぁと思います。最後にもう一回、動いててくれよ、頼むぞ。えー、外してみたり、つけたりとかしてみました。ちゃん、ちゃん。ゆっくりやったらついてきてくれるのかな。はい。 じゃあ次の作品に行きたいと思います。7枚しかないのでですね、こちらの作品でございます。あいつもありがとうございます。えーと、明けましておめでとうございます。えー、今年は何か新しいことを始めると、幸運が訪れると言われる。えー、本当なんですか僕は違うから、えー、以前から興味があったアクリル画を始めまして、いいですね。ほぼ初めての絵ですが、よろしく。あ、いいですよ。ロ,ローズさん、よかった。いいですよ。ママのお腹にいるときから仲良しの双子ちゃん、えー、二卵性の男の子と女の子ですが、いつも一緒に。うわ、いい。いや、大変でしょうね。 もう、うちはね、間、1歳離れて、1、3やけど、めっちゃ大変ですけど、双子を見るたびに、妻つも思います。うわぁ、大変やろな、頑張ってってね、心から応援しますけど、ローズさん、タイトル仲良し、アクリルが f 4号。以上です。こちら、あーお二好評よろしくお願いします。いや、でも、なんかすごい、アクリルが始めるっていうのは、すごいいいことやなと思います。あのぜひぜひあの、これからも継続してやってみてください。あ、かわいらしいですね。 まあ、いつもなんか顔のところで細かいとこ僕なんかこちょこちょ言いますけどね。<laughs> あの、鼻、鼻、ちょっと弱めてもいいですよ。 だいぶ良くなってきたんで、なんかこう、鼻の穴とかがぐんとこう強く見えてしまってるのが、ちょっとこう、なんかね、ちょっと弱めてみました。ほんの少し。まあ、これだけでも印象違うじゃないですか。平面的に描くときに鼻って、あんまり強く描かん方が、まあ、平面的じゃ立体的に描こうとされてるのかもしれないけど、ちょっとだけそこは注意してあげた方が、鼻の穴とかっていうのはぐんと強く見えてくるよりも、 で、ちょっと位置が離れてます、これ。少しね。だから少しその花の穴とかっていうのは大事に描いてあげた方がいいかなと思います。絵の具をこうやってこう削ったりとかしながら描いていったりするのは、あの、アクリル絵の具の独特の、あの、良さであったりするので、非常にこう、好感が持てます。で、ちょっと焦げ茶色みたいなのをもう少しこう、例えば、えっと、いろんな脇の中に入ってる焦げ茶色とか、髪の毛の焦げ茶色とか、ああ、下の影のところの焦げ茶色。 みたいな色をもう少しいろいろ微妙に使い分けてあげれるともっと良くなりそうな気がしますのでちょっとそのあたりはぜひぜひ注意されながらやってみてくださいなんか本当に最近こう人物をねあの書、ー、いてちょっと花とこ描きましょうかねこのぐらいちゃうかなあこれでもちょっとでかいな <laughs> ね難しいですけどね ちょっとこう鼻のところとかっていうのは少しこう注意しながら書いてもいいのかなというふうに思いながら難しいですけどね鼻の穴とか書くの書いてしまうとねなかなか難しいとか立体感みたいなの出しつついいですね仲いいんですね書いてあげてほしいなというふうに思います細かいところですけどね、えー、そのあたりちょっと注意されるともっと良くなるかなと思いますよ この調子で少しずつ半歩ずつこう上手に力をつけていかれたらいいかなと思いますね。まあ、手とかちょっと手とか難しいですね。手ってやっぱり難しいですからちょっと書きますけど、えー、ともう子どもの手もそうなんですけどまああの <laughs> まあ大人の手になってしまいましたけど こう折,れて折れる場所っていうのがあってこれをまず、えー、描いてあげるような訓練をしてあげたらいいんですね。で例えば光が当たってて当たってるとしたら影になってより影になってみたいな折れているということを書いてほしいんですよ。でそれに指が例えば離れてたりするとそれもその中でも折れているとかっていうのを書いてあげてでどうしても今のこう 手のところというのがどうしてもこうマイナスになってしまっているので,でやっぱ骨が入っていてみたいなねところを少しこう書いてあげたりするともっともっと良くなると思いますので。 折れてててていいいるみみたいなねねところを、ね、書いてあげてみてくださいだ手って難しいですけどねまあなんかこうある程度こうもう見ずにこうかけるようになってくると皆さんもいいんですけどねこっちが一番難しいですけどねこ,れこ手前からこうこうなってこうなってこうな,こうなんか変になってきたなああかんわあかんわ。<laughs> ねそういう,こう手とかっていうのをある程度こうで折れているっていうのと折れているっていうのを書けるようになってくると手ってもっと簡単に書けるようになってくると思いますのでこれ手見るとね手がちょっとね手がね足もかもしれんけどねそういうところとかちょっと注意しながら書いてみてください最後の作品となりますこちらでございます <laughs> えーとおぎそ様と KD さんいつもありがとうございますロンドン在住リスボンの危ない女ということでキャンバスボード 30×40cm アクリルモデリングベースを開けましためでございますリスボンで空を見上げると路上路面電車のケーブルが縦横に張り巡らされていて絵も言われぬ美を作り出していますそれを思い出してこの絵を描きました 関係ないんですね。これ実際はリスボンにこのたわけじゃないんですね。面白いですね。<laughs> KD さん、本当になんか面白い作品をいっぱい送ってきてくれて、一番初めのね、仏高評会では選ばせてもらいましたけど、あの、ありがとうございました。 あのすごくこう絵の具の使い方自体もいいなと思います。柔らかいグラデーションとかがもっと上手くなるといいですよね。人の肌とか見ると、カクカクカクとかしているので、もうちょっとこう微妙なこう柔らかいグラデーションみたいなのが、もうちょっとこう今後描けるようになってくると、例えば今腕のところとかを少し直しつつ、えー、と首のところからにボンと当たった光みたいな、あと影の色みたいなのとかも、ちょっとこういきなり暗くなってしまったり、明るいくらいのこう 強弱みたいなのがちょっと激しいその明るいくらいの強弱がもう少し柔らかめについてくるように描けてくるともっともっと良くなってくると思いますよどうですか これぐらいにしといてここで消しゴムみたいなんでちょっと消しゴムっていうかねちょっと暗いところをッと引き締めるところは多少あってもいいんですけどあの腕なんかっていうところもなんかあまりにもこうカクカクッとしすぎてしまっているので顔のところもそうかもしれませんちょっとこう光影みたいなのが少し強弱がまあね海外に住まれてるからやっぱそういう,こうところあるのかもしれないですけどやっぱすごく凹凸が激しかったりするからねそういうふうになってくるのかなというふうに思います。 でちょっとここについてる絵の具みたいなのがねちょっと雑ですねもったいないですねこれどうしようかなっていうのが少し曖昧に見えてしまうところがここのところどうするのかっていうのを自分である程度はっきりと決めてあげてもよかったのかなと。 まあ光の当たり方としてはこのあたりからドンと光が当たってるけど髪の毛だけ見るとなんか真上の方からドンと当たっているような感じにこう見えてくるというところがあなんかもったいないなとその辺の整理がしっかりできてきたらもっと良くなりそうな気がしますという感じでございます あの、いつも楽しい作品、いろんなこう、えー、とアクティブな作品をありがとうございました。今後もまたあいつかあ待っております。という感じで、えー、とぜひぜひまたいろんな楽しい作品もお待ちしつつ、えー、皆様もぜひ初心者の方も遠慮なく送ってきてもらえたらなというふうに思います。と第92回は以上でございます。では。 チャンネル登録よろしくねバイバイ